半走機車は、前輪は、タイヤ、後輪の代わりにトラックを持つ車両。離体で駆動するが、前輪は駆動するものとそうでないものがあり、また、前輪で走行するものと、前輪がなくとも左右の離帯の速度を変えて、走行可能なものもある。ハーフトラック、民間では、半無限軌道式自動車とも呼ばれ、これに対し車輪の代わりに離帯を全面的に採用している車両を、 全装機車、民間では無限機動式自動車と呼ぶ。なお、ハーフトラックのトラックは、トラックではなくトラックであるが、日本語での発音が同じため間違えられやすい。また、この種の車両以外に、車輪を着脱可能な履帯で追ったクリスティティマイナス3のような車両も、ハーフトラックと呼ばれることがある。送輪車両に比べて、路外走行性能が優れ、 ある程度戦車などの早期式戦闘車両に追随できるために、砲剣員車、装甲兵員輸送車、偵察車、無線式車などとして幅広く使用された。フランスのシトロエンが第一次世界大戦後に開発したシトロエンケグレスハーフトラック。同車はこのタイプの半早期車で、サハラ、アフリカ、中央アジアを走破した低速での牽引用途においては、 19世紀中期に出現した蒸気トラクターの発展型として19世紀末期にイギリスやアメリカ合衆国で金属性無限軌道を用いる車両の実用化が始まっておりその期限では前走機車と半奏機車は気を一にする第一次世界大戦では前走機車の軍用形態の究極である戦車がガソリンエンジン動力にて実用化に至っているが半奏機車も ヤホーなどの牽引トラクター用途で蒸気機関、ガソリン機関動力によって導入されていた。ガソリン自動車での近代的搬送機車実用化に至る公案の最初はフランス人のアドルフ・ケグレスによる。ケグレスは1905年からロシア帝国皇帝ニコライ2世の御両車義士として使えたが、ロシアは陶器になると積雪で自動車走行が困難になることから、 その克服を模索した。結果、1911年以降、降臨をゴム製無限軌道の駆動装置に交換した改造自動車を開発、前輪には必要に応じてソリを履かせることで、接中走行を実現した。ケグレスは、皇帝の御両者であるロールスロイスシルバーゴーストや、パッカードツインシックスといった大型乗用車をもとに、半送機車を製作。その技術は、 ロシア陸軍にも移転されて、貨物自動車の搬送記者化も図られた。しかし、ロシア革命によって、ロシア帝国が瓦解、職を失ったケグレスは、母国フランスに戻った。彼の搬送記者システムのアイデアはいくつかの、自動車メーカーに持ち込まれたが、その中で関心を示したのが、1919年から自動車生産を開始したシトロエン社の車種アンドレ・シトロエンであった。 シトロエン社は、ケグレスの特許をもとに、自社製品をベースにした、ケグレス式貨物搬送機車を開発、その機動性の実証と宣伝をも兼ねて、3度にわたり、搬送機車隊を連ねての辺境学術探査を実施した。1922年から1923年、1924年から1925年の、サハラ砂漠、アフリカ大陸奥地縦断業、 黒い巡洋艦隊、1931年から1932年の中央アジア東部横断業、黄色い巡洋艦隊がそれである。この体験は、資金面でも人的にも多大な犠牲を払った過酷なものであったが、砂漠や d ーネーチ値をも走破できることを立証して、搬送記者のポテンシャルを世に示し、その後の搬送記者の普及に資することになった。 第二次世界大戦では主にナチスドイツやアメリカ合衆国、フランスや大日本帝国で使用されていた。大戦時のイギリス連邦軍やソ連赤軍では、レンドリースポーにより、アメリカから提供された M5、M9 ハーフトラックが使用された。抵抗の大きな前奏記者は、装輪式と同じ速度を出すために2倍以上の馬力が必要であり、変速機もその馬力に耐える必要があるため、 製造コストが高い、整備コストも高い、信頼性が低い、稼働率も低い、運転や整備に必要な技術を習得するために、時間もかかるなどの問題点を抱えていた。これらの課題は、現代においては、技術の進歩により解決されているが、当時の技術水準では、未解決だった。特に、エンジン技術が未発達で現在よりも、馬力の劣るエンジンしかなかった当時では、 速度と経済性を高めるためには、両方の長所を半分ずつ持った中間的な半、早期車式が採用されることになった。また、当時の前奏気式車両は左右の離帯を2本のレバーで操作する方式のため操縦が難しく、普通のステアリングで容易に操縦できる点も大きな利点であった。しかし、半奏気式で完全に戦車に追随できる兵員輸送車を作ることも、 やはり限界があった。技術の進歩とともに、全走機車両の速度や信頼性と、送輪車両の不正地走破能力の双方が向上し、半走機式のメリットが消失していったこともあって、対戦後は、ほとんどが全走機式か全走輪式となった。一方、民生用としては、今でも豪雪地帯で用いられている。ブレーキをかけた時の制動距離が短いためスリップ。 しやすい雪上で利便性が高く豪雪地帯の路面に適しているためである。通常のトラックの改良型であるためメンテナンスコストも専用の雪上車より安価で扱いやすいメリットもある。民生用のホンダ T360 スノーラまたスノーモービルも半送機式の一種といえる。派生型としてオフロードバイクを早期式にしたスノーバイク。 マウンテンサイクルを早期式にしたスノーサイクルなどがあるが行動走行は認められていない。また農業用トラクターにおいても搬送機式の半履帯トラクターが多用されている。林業の分野においても抜木の運搬用機械などで搬送機構造を採用した機材が使用されている。ドイツ陸軍の SDKFZ11 にアメリカ陸軍の M3 ハーフトラックフランス陸軍の ソミュア MCGWikimedia Commons には、搬送記者に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。